こそ図書室に行くぞ。また何かのイベントでもやってるのかな。慣れないな。ときめきメモリアルオンリーラブアナザーチャプター1、ある春の日に。私の名前は弥生美奈。この春、つむぎの高校に入学したばかりの高校1年生。ここは新設されたばかりの高校で、校風も自由だって評判なんだけど。あんまり自由すぎるのもどうかと思うんだけどな。あれ？あれれれ？図書室どっちだったっけ。この学校広いし、入学したばかりだから場所がよくわからないんだよな。どうしよう。あ、ねえねえ、どうしたの君。もしかして新入生？迷子にでもなった？はい。どこに行くつもりだったの？図書室に。図書室ね、オッケー、案内してあげる。その早くついてきて。でね、この学校って変な先生ばっかりいるんだ。はあ、この人誰なんだろう。特に国語の木崎先生が来てるんだよね。僕は死ねないんだって。でも親切そうな人でよかった。そうだ、近道しよう。え、近道ですか。そう、こっち。え、でもそっち窓じゃ。大丈夫大丈夫、近いし。でもこっちが近いかな。あの、そこ更衣室で。あ、違う、こっちの窓だ。なんで窓から。あ、こっちかも。いい窓だし。だから今ここ3階で。図書室に行くのにこんな苦労を。着く気配もないし。ああ、どうしたんですか。ごめん、そういや私図書室行ったことなかったんだ。ってそんな。図書室がどうかしたの。あ、うわ、すごい綺麗な人。先輩なのかな。実は図書室を探してて。それだったらこの上だけど。うわー、まさか真上にあったとは。どう、これで場所覚えた。はい、ありがとうございます。私も。もう忘れないよ。うわー、イルカの本がたくさん。あー、近代バレエテクニック全集だって。私もついでに借りていこうかな。ここね、近隣の学校の図書室でも一二を争う蔵書量があるんですって。だから私もよく利用しているのよ。そうなんですか。ええ、素敵な人。私もこんな風になりたいな。ねえ、お目当ての本見つかった。あ、はい。そう、よかった。これで本借りれなかったらいろいろ詰め回した私のせいみたいになっちゃうもんね。いえ、おかげで助かりました。ありがとうございます。あ、ちょ、もう照れるな。あれは伝説のバレエ奥義百選。私探してたんだよね。彼女素敵な人ね、明るくて。ちょっと強引ですけど。そうね、近道だからって窓を通るなんて。私初めて聞いたわ。え、何？なんか言った？ううん、なんでも。でも皆さんいい人ばかり。
私この学校に入学してよかったです。そう、よかった。他にわからないことがあったら何でも聞いてね。もちろん私にも聞いてね。はい。私は雨宮さゆり。春日つかさ、バレー部だよ。あ、私一年の弥生美奈です。よろしくね、弥生さん。はい、こちらこそ。